プロポーズ。アルフレッド、ちょっと本屋さんに付き合って。うん、いいよ。生まれて初めてじゃないか。それどういうこと？僕は本なんて読まないってこと？こんにちは。いやあ、ウィニー、やっぱりアルフレッドはウィニーのお供だったのか。僕だって本は大好きだよ。へえ、テレビばっかり見てるのかと思ったよ。あのね、ウィニー。何ですか？君、火曜の夜空いてるかな？火曜日？ええ、大丈夫。よかった。実はお願いがあるんだよ。デートの申し込み会。君は大好きな本を読んでいろよ。デートの申し込みだったら断れよ、ウィニー。何ですか、お願いって。実は火曜の夜、外国の客たちと大事なパーティーがあって、女房と出かけなければならないんだ。ところがいつも頼むベビーシッターが病気で、まだ他にいい人が見つからないんだ。もし君が子供が好きで僕たちを助けてくれる気があるなら。ええ、いいわ。どうせ火曜日は暇だから。いや、助かった。ありがとう、ウィニー。僕も子供は大好きなんだけど、オーリー。君には何も頼んでないよ。そうだ、確か僕も火曜日の夜は暇だな。そうか、じゃあゆっくりテレビが見られるね。僕は本を読む。それじゃあ6時半にうちに来てもらえるかな。え？ 10 時半までには帰れると思う。なんだい、本が好きなんじゃなかったの？魔女の研究。君は変な本が好きなんだな。それじゃあ、ウィニー、僕女房に電話して安心させてやるよ。気味が悪い絵ね。オーリーのやつ、近頃口が悪くなったよ。弁護士さんですもの。そんなこと関係あるもんか。弁護士は口が達者じゃなくちゃ。ああいうのを達者っていうのかね。ところで火曜日、僕も手伝ってやろうか、子守。子供の面倒ぐらい私一人で平気よ。でも知ってるかい、あいつのところは5つ子なんだぜ。え、5つ子？よかった。留守だったらどうしようかと思ったわ。どうかしたの、ウィニー？あ、いや、なんでもない、なんでもない。うん、私今晩オーリーの家へ行けなくなっちゃったの。なんだって？会議が予想外に伸びそうなの。ウィニー、お茶を入れてくれないか？はい。外国からの出席者がどうしても明日帰らなくてはならないので、今夜中に結論を出さなくてはいけないんですって。会議のことなんてどうでもいいよ。それより君が行かないとオーリーたちとっても困るんじゃないかな。だからあなたが行ってくれない？確か子供が好きで火曜日は暇なはずだったわね。そんな、僕は子守なんてやったことがないんだ。困るよ、ウィニー。あなたもいずれ子供を持つんでしょ？私、会議が終わったら駆けつけるから。考えてみろよ、オーリーのところは5つ子なんだよ。頼む、ウィニー、早く来てくれ。あおよし、さあもう泣くのはやめようね、メアリー。その子はメアリーじゃないわ。はいよ、メアリーは私よ。ママ、はい、ママはお出かけしたでしょ。さあキャンディーをあげるから泣くのはやめようね。はい。あ、こらもうレスリングはおしまいだ。ジョン、ビリー。ビリーは僕、それからトミーだ。よーしビリ、君たちも部屋の中で水遊びはやめなさい。どうしてお姉ちゃん来なかったの？お姉ちゃんは後で来るよ。おお、ちょっと、ダメダメ。私もお姉ちゃんがよかったわ。おじさんはそのお姉ちゃんと結婚するんだってね。誰がそんなこと言ってたの？パパとママが話してたの聞いたんだ僕。でもまだ決めてないんだよ。早く結婚しなさいよ。そうだね。結婚すればお菓子いくらでも食べられるもんね。え？何の音だ？台所だ。1、2、3。ああ、メアリーがいない。メアリーは私よ。でケーキは後であげますからね。みんなも見ただろう。食いしん坊の魔女が来てママが作ったケーキを盗もうとして床に落っことしたの。魔女なんかじゃないわよ。アンが取ろうとしたんだわ。そうだ。そうじゃない。アンが台所に来たんで魔女はびっくりして落としてったんだよ。じゃあアンは魔女を見たの？いや、アンは見なかった。魔女の方が見て姿を隠したんだ。そうだね、アン。魔女なんか見なかったろ。うん、ほらね。さあこれからおじさんが本を読んであげるからね。もっとケーキが食べたい。僕も食べたい。私も。僕も。もっと食べたいよ。ヘンゼルとグレーテルはとてもお腹が空いていてなかなか眠れなかったので、ママ母がお父さんに言ったことを全部聞いてしまいました。妹のグレーテルは泣き声で「もうおしまいね」と言いました。心配することはないよ。ヘンゼルはそう言ってそっと表へ出ていきました。そして家の前の白い小さな石をたくさん拾ってきたのです。次の日、ママ母はヘンゼルとグレーテルを森へ連れて行きました。2人を森の中に捨てるつもりなんです。大丈夫、ヘンゼルもグレーテルも助かるんだ。知ってるんだ。私も知ってる。小石を落としてくるのよね、おじさん。うん、そうだよ。でも知ってても黙っててくれないかな。うん、黙ってる黙ってる。ヘンゼルとグレーテルは森の中で焚き火のそばに座っていました。木を切る音が聞こえていたのでお父さんが近くにいると思っていたのです。ところがそれは木を切る斧の音ではなく、父親がママ母に言われて枯れた木に縛り付けた枝が風に揺られてあっちこっちにぶつかる音だったんです。そのうち2人は待ちくたびれてぐーぐー眠ってしまいました。そして太陽は沈み、辺りはすっかり真っ暗になりました。どうしたのグレーテル？夜になっちゃったのよ。真っ暗で森から出られない。大丈夫、もう少し待てばお月様が昇るよ。そうすりゃお家へ帰る道はわかるから。どうして？ここへ来る途中、ゆうべ拾っておいた小石を落としてきたんだよ。ほらあそこね。お兄ちゃん、あそこに。あっほらね、言った通りだろ。でもこの次は帰れないのよ。今度は小石が拾えなくて森へ行く途中パーを目印に置いてきたんだ。そしたら他の鳥たちが食べちゃったんだぞ。だから森から出られなくなっちゃったのよね。そうそうそう、分かった分かった、その通りだよ。ヘンゼルとグレーテルはまたママ母に森の中に置いてきぼりにされて、今度は帰る道が分からなくなってしまいました。二人は夜通し歩きました。次の日もその次の日も自分たちの家を探して歩き続けました。野イチゴを食べたきりなので、二人はお腹ペコペコです。